ふむ。なんだろうな、なんか引っかかるんだよな、なあプンバーお前もそう思うよな。考えろ。答えは目の前と頭の中にあるはずだぜ。操作ちょっとゆすれば出てくるさ。襲撃者発生規則、襲撃者発生規則。わからんて言う？まだやってんの？悩ましい。このわしが手掛ける大規模リンゴ果樹園、それをお囲いする兵、一体何を選ぶべきか。なんでもいいじゃん兵なんて。そうはいきません。リンゴは医者いらずの広報、村にとっては価値あるものです。価値あるものを飾るには、それに見合った。あ、ほら、いっそのこと石の防壁で囲えば。ふん、用務村民、何もわかっていませんな。あん、外的対策ではないのですぞ。島村内においてリンゴをパチるような方はお子様と用務村民ぐらい。寄せ合えてれるぜ。これから建てます兵は壁としてというより、あくまでも装飾用としての意味合いが強い。どうでしょう。手前から木製、石積み、生垣、そして鉄柵。へい、へいって、こんなに種類があったんだ。思えば今までの道のり、飾り立てる余裕などありませんでしたからな。でもね、私に聞かれても。ひ、霊夢が好きに選べばいいぜ。そうはいきません。もうやれることは多くないのです。わし、釣りをしておりまして、水面に映ります己の顔を見ていて思うのです。結局のところ、後世に残るものというのは、ただ優れているだけでは足りない。美しさも兼ね備えておりませんと。やっぱ霊夢が決めるべきだね。私は整地作業を手伝ってくるぜ。この農地も果樹園にしていいって村長言ってたからさ。リンゴだけじゃなくって、梨とか桃も植えといてちょうだいよ。はぁ、木製、いや、兄です。石では冷たいですし、鉄柵は、お子さんたちが怪我をされるかも。今度は北東か、西側の盆地を農作地として開墾してから、不思議とそっちの方角からの進行、ぱったりとやんじまったんだよな。ちょっと。ん？なんだ、今、なんかこう、この世界の断り。そう、真理の扉の鍵穴に、ちょうどぴったりポンはまる鍵が見つかったような。おい、そんな余裕ぶっていていいのか？うん。新薬軍じゃないが、この手勢、そろそろ部隊集結させないと、すでに油も壊されていたようだし。問題ない。あれはデコイだから。で、デコ？勝負あったようだ。デコだ？おう。ふふん、構築に時間と手間をかけたのもあるが、兵の連動も年々少しずつ上がっているな。もう私が指揮する必要もないぜ。いっそ略奪者どもも侵略軍どもも、北側からだけ侵入してきてくれりゃいいものを。まあ、相手も人間だからな。軍旗があろうが機関砲の部下が出てくるように、なかなかこっちの思惑通りには動いてくれないさ。そうかな？なんか。ところで村長。うん。さっき言っていた、デコイというのは？ああ、この櫓のことさ。村の外縁部にはな、こんな具合で無人の櫓を一定間隔で建ててあるのだ。無人、衛兵に駐屯させていないのか？ああ、これも西側の盆地を開墾していた時に気づいたんだがな。どうも櫓、無人の状態でも、そこにただ立っているだけで襲撃者や屋根車を引きつける、他の建造物だとスルーされるんだが。なるほど、確かに。地上を這う族たちから見れば、櫓に兵が駐屯しているかどうかなんて判別はできないか。特に屋根車を引きつけられるのがでかい。3分でも時間を稼げれば、その間に歩兵の族どもを壊滅させられる。だが、だったら無人じゃなく、普通に衛兵を置いた方が、ここまで櫓壊されることなく時間を稼げる。それだと最悪捨て駒になるぜ。危険な仕事に就かせるのだ。最低限命の保証くらいしてやらにゃあやってられんだろうがよ。村長村長。はいはい、なんだい。破壊された櫓の再建工事、着々と完了しつつあります。うむうむ。ん？明るくなりました。明るく？ふむ、明るくか。櫓、無人の状態でも、建てただけで周囲の暗がりを、まるで松明のようだな。レスロス、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。12秒。この土地の族たちは決まって暗がりから迫ってくるんだ。隠密にってのもあるが、きっと自分たちが光の中を堂々と歩けない、そんな後ろめたさがあるんだろう。まるで魔物さ。松明、暗がりから現れる、現れる、出てくる、湧いて、魔物。そ、村長。デカしたレスロス。く、か、完璧です。優しい風合いのレンガと、それに庭木を組み合わせた生垣、一面に咲いたリンゴの花は、そう、まるで春を告げる桜のごとし、
地下貯蔵庫も併設しておりますので、収穫したリンゴ、長い間新鮮な状態を保てますし、蜂蜜をふんだんに使用しましたリンゴジャムもございます。ビタミンミネラルもたっぷり、おかげさまで最近は解決病を患う方も皆無ですぞ。梨は？はい。梨。桃は？あ、ヨウム村民この木もみじですな。桃？ヨウム村民見てください。空が綺麗ですな。もういいぜ。適当にそこら辺のリンゴの木切り倒して自分で植えてくる。わかったわかったわかりましたよ。まだ果樹の肥沃度が高い場所はあるんです。ほら、左側の空き地、こちらに梨と桃を植えていきましょうね。これだけ？え？よしよしよし、やっぱ東から攻めてきただろう。な、デスロス。あ、村長。この方法なら、族たちをこの土地から一掃できるかも。村長？何の話だぜ？ふふん、お前たちこそ、何をあだこうだと揉めてんだい。あ、いや。別に揉めてなんかですな。この赤マンがリンゴばっかり植えて村の梨葉と桃葉を迫害してくるんだぜ。だってしょうがないじゃないですか、場所には限りがあるんですから。果樹に適した土地というのはこの荒野では貴重なんです。でしたら、一番ポピュラーなリンゴによりたくさんの場所を割くのは当然の成り行き。むしろこれだけの場所割り当てるだけでも感謝すべき。お、いいじゃんいいじゃんいいや吉じゃん。はぁ、いいよもう。じゃあ、この場所に梨と桃を。よし、決めたぜ。この場所は小学校に決定。はい、これぞ島村に住まうキッズたちが通い学ぶ小学校。歴史情緒あふれる木造の校舎、その校舎を囲うは石畳と、それに温かみのあるレンガタイル。校舎周りの校庭にはベンチのほか、行事を行うための祭礼用ポールも立てておいたぜ。村旗掲揚、運動会や学芸会、行事を開催する前には、まず村の旗を竿に掲げまして、校歌など斉唱していただきましょう。うむ、子供らの出す喧騒もそれすなわち騒音。だがしかし、それを甘んじて受け入れる。受任できる社会でなければ未来はあるまい。あのさ、右側の像は学問の象徴、左側の祭壇は信仰の象徴、学校内に宗教施設を建てするかどうかで悩み申したが、学問だけでなく、様々な価値観に触れていただきたい。そんな願いを込めまして、既存の学校より規模がでかいしな、教師一人じゃ手が回らんぜ。祭壇を占有する司祭にも、学び屋の維持管理を手伝ってもらおう。あ、いい？もう、うん、いいよ。ですぞ。梨と桃は？バレ申したか。当たり前だぜ。村の敷地内で果樹園にできそうな最後の場所だったのに、こうなったらもうやっぱり植えてあるリンゴの木を叩き切って梨と桃を植えるしか。させません。心配するな、ちゃんと考えてあるぜ。いや村長、お後か。早速だが、あ、鉄インゴットだね。うむうむ、それと石材、あとは作業用の道具もあるだけくれろ。毎度あり。あとか、まだまだ鉄が必要だぜ。お前の派閥鉄氏族が抱えてる在庫、すべて買い取るんでガンガン運んでくるがいい。は、了解じゃなかった。あいあいさ。村長、資材でしたら、特に今は買わずとも、自給自足ができておりまするが、ああ、うん、ちょっとな、やぐら。いや、それを改良して、作敵範囲を広げた監視塔、いくつか増設しちゃおうかなって思っちゃったりして、あ、ひひ、わかったぜ。ん？梨とも、育てるために、新しく肥沃度の高い土地を見つけて、あ、なるほど、監視塔と石壁で持ってを囲いして、安全を確保するわけですな。どうだやとか、もうちょっといるんじゃない？だな、いや。射程範囲の密度が高すぎるぜ。はい、範囲内に侵入したなら、たとえチャンピオンさんでも一瞬で消し飛びそうですぞ。こんなもんか。いやもうちょっといるんじゃない？もういいでしょ。そそのかさないでくださりませ。島村が誇る建設者将軍。思えば、我らがこの地に到着して、最初に手掛けたのも集会所の建設だった。結局のところ、未来を切り開くのは武力にあらず、全面と受け継がれしものづくりの力、諸君らがこれまで培ってきた建設スキルでもって、今こそ、この視界に映る全ての大地、我らのものとするのだ。すごい勢いで、矢倉がどんどん立っていってるぜ。アクセルフォーム10倍速、だが、それでもここまでハイペースで組み上げられるのは、人手とスキルが合わさればこそだぜ。すごい圧迫感、私、冷や汗が止まりませんよ。ベルダルさん、貫くような衛兵軍たちの視線がベルダル君を襲うぜ。心配すんなベルダル、この矢倉は無人である。無人と聞きますと、なんだかなおさら狂気を感じますね。確かに、村長。こちらの大量の矢倉、一体どうするおつもりで。これだけ矢倉配置して、衛兵軍をそれぞれ二人ずつ置くくらいなら。はい、より強力な砦を立てた方が。そう、そこだ。は？どこ？そもそも我らは勘違いしていたのだ。出てた？
櫓にしても、それをアップグレードした監視塔にしても、射程範囲内まで接近してきた敵に向かって、ただ弓やクロスボウで持って矢を追い続けるだけ、言うなればそういう陣のタレットや砲台のような存在なのだと誤解していた。は、はぁ、いや、でも、実際、そういうもんじゃないの？だってほら。監視塔。監視塔は、敵対的な脅威から周辺地域を守ります。衛兵を配備する必要がありますが、あ、そこまででいいぜ。おい、これ文章の妙でな。前半の周辺地域を守るっていうのと、後半の衛兵配備で射撃云々っていうのとで、それぞれ全く別の機能について説明しているんだよな。別の？同じじゃん。監視塔の射撃範囲、つまりその周囲に衛兵軍たちが矢を追いかけて、はい、近づいた敵さんを排除することで周辺地域を守りする。うむうむ、私もそう思っていたんだが、この周辺地域を守るっていうのがミソでな。ミソ？何ミソ？例えばこんな具合で、うっすら闇がかかった場所にポンと監視塔を移設する。ふんふん。この時、その場所に直接櫓を新設するんじゃなく、あらかじめ監視塔までアップグレードして移設するのは、資材搬入の手間を省くためだ。これだけ村から距離がありますと、建設の準備に資材運んでるだけで1年以上かかっちゃうもんね。出てた。ん？なんでしょう？心なしか、周囲の視界、パーッと晴れたような。お、ひひ、隠れてたイノシシ君の姿も見えたぜ。監視塔の射程内には入っていないみたいだけど。うむ、櫓や監視塔にはな、衛兵を配備することで、射程内に入った敵に向かって矢を射る迎撃機能の他に、未開エリアの闇を払い照らし出す。そして、照らし出された周辺地域から賊が湧くのを防ぐ。は？え、今なんて言ったの？いわゆる一つの湧き潰し機能。監視塔を置いたことで照らし出されたこの周辺地域からは、略奪者や侵略軍が湧いてこない。それすなわち、監視塔は、敵対的な脅威から周辺地域を守ります、ということだ。なるほど。西側の盆地を農地として開墾していく過程で、農夫たちの安全対策に櫓を立てておいた。その結果、ここ数十年は西側から賊が侵入したことはないぜ。それではあと残る3方向、北と東、それに南にございます未踏の闇、監視塔でもってお祓いしてしまえば、盲賊君たちの襲撃に怯える心配なくなるってこと？うむ、ただ経験上こういうの全部塞ぐと、それはそれでまた何か別のあれが起こるかもしれんぜ。全ての闇を取り払うのではなく。なるほど、村長、おっしゃりたいことはわかり申した。ひひ、それじゃあ完全未踏のエリアには監視塔移設できないみたいだし、私は兵士隊のみんなと最後の遠征に行ってくるぜ。最果ての辺境、フロンティアというからには。うむ、人も資源もルールさえもその土地にある文字通り全てのものきっちり網羅し開拓し尽くしてから、我らもあいつら同様この土地で生まれた子らにバトンを託すとしよう。あいあいさ。それでは最後の仕上げに取り掛かった闘村、その手始めとして松明代わりの監視塔、半端じゃない闘数立ち並んでいる姿を映しつつ、今回はここまで。ちなみに次回が最終回です。ご視聴ありがとうございました。まったねー。